ヒュッ。最高だ。まあそのかキャッツテールには面白い、しかも天命可愛い猫に囲まれながら、でも大丈夫、ノンアルコールのドリンクくらい。それにとにかく俺は、お酒の材料が、それはもちろん、はあ、大人がディオナちゃんのスペシャル、な、何それ、誰が猫だにゃ。あらお嬢さん、飲みに来たの。それにお酒を飲んでいい年じゃないでしょ。未成年なのにお酒を飲もうとする人はみんなそう言うけど、まさかそこのおじさんたちの若かった頃みたい。ふお酒の何が美味しいの。はいはいディオナちゃん、それにこれはて、それじゃあなたのよう、そうすればあなたも、けど今お店には、うん、でもあなたはベースと材料どっちを特別にしてほしい。特別なベースね。どうやらもうすでに飲んだくれの素質を秘めてる。よし、じゃあまずはダダウパの谷へ行こう。特もう少しでダダウパの谷に着くよ。特別な、この前お店に飲みに来た冒険者から聞いたんだ。ダダウパの谷の奥、多分それはヒルチャールシャーマンがあらゆる材料を使って煎じた薬草。あとその冒険者はこんな話もしてたんだ。あれが匂いと呼べるのかすらも判断できなかった、100頭のイノシシに鼻を踏まれた。まったく感覚が吹っ飛んだとか言ってたくせに、お酒は大げさなこと言って、本当はただお酒が。でもヒルチャールの飲み物でベースを作るのはいいアイディアだと思ったんだ。もちろんあなたはスペシャルを頼んだでしょ。だったら特別じゃないと。安心して、今回のスペシャルは一生忘れない思い出に。場所は冒険者のおじさんにマークしてもらったから、そもっと奥の方に行こう。ここはダダウパの外周、目的の場所まであと少し。ヒルチャールシャーマンの薬草スープのことはパパにも言ったことあるんだ。そしたら見つけたら取ってきてやるってパパが約束。誰か来た。あれ、リオナ。あ、あなたは確か。僕だよ、エレンだ。デュラフさんと、あなたがここにいるってことはパパは、もしかして狩りが終わったからってまたお酒をいっぱい飲んでるんでしょう。どこかで寝転がったま、それだったらむしろ良かったんだけど、デュラフさん一人でダダウパの谷に入って、ええ、最初はデュラフさんが先頭を切って、この辺のデュラフさんのおかげもあってさ、獲物をたくさん取ることができた。狩りは順調に終わって、火を起こして焼肉をね、それと少しだけお酒を飲んだんだけど、お酒を飲んだ後デュラフさんが谷の採用にある昼、それに僕らの手助けも不要だと。自分はカッツェレン一族の血を引いているからこれくらい余裕だと言って、僕たちは止めようとしたんだけど飛び出して行っちゃったんだ。すぐに足の速い狩人を清泉町に戻して救援を呼んでくるよう手配した。パパのバカ、お酒なんか飲むからこんなトラブルが起こるんだよ。もう飲まないでって何度も言ってきたのに、それで人のこと振り回していい。私が、待って、ディオーナちゃん一人じゃ危険だ。救援が来たら僕たち、ふん、大丈夫だよ。私もカッツェレン一族の、あとそれより重要なのが、私はお酒を飲ま、君は、ああ栄養騎士じゃないか。君がそばにいてくれるなら安心だ。それじゃあディオナちゃんのこと頼んだよ。あなたも一緒に行くの？
ダダウパの谷は魔物の私は魔物を避けながらこっそりパパを探すけど、あなた。へえ、正面突破を選ぶんだ。じゃあ、あなたは魔物の注意を引いてくれる？私はあのバカパパがどこに行ったのかはわからないけど、もし魔物に勝てないと思ったら迷わず逃げてね。よし、おしゃべりはここまで。おおよその目標地点はあなた。なんだったか、なんとかスープ。バカパパ、やっぱり酔いつぶれてる。おお、ディオンナ、俺の可愛い娘じゃないか。おお、そうだ、あれを探しに来たんだろう。ほら、見つけたぞ。パパが見つけてやった。パパ、こんなに酔っ払って痛い。少しだけだ。普段に比べりゃ、この壺はディオナが持ってけ。パパはな、さっきの集落ですごーん。それはだな、ヒルチャールの集落で命あるだけじゃなく命チャールもいるぞ。あの命チャールのデカさ。ああ、ダメだ。ぐでんぐでんに酔ってあなたまで酔っ払ってるの？冗談はやめてよ。バカパパがここまで酔っ払ったら、もうまともに、まずは先に酔いを覚まさせないと。酔い覚ましのドリンクを作ってもバカパパのことだから、普通の酔い覚ましじゃ効かないよね。うん、そうなると、うん、薬草。はあ、完全に酔っ払ってる。私は薬草スープは壺に入れた。持ってけ。俺は命あるを追う。逃げ道はあります。ご安心を。踊りなさい。
かえり。薬草スープは見つかった？大丈夫、他の材料も加えるから。それにこの薬草スープはもともと、でも私が作るとまた美味しくなっちゃうよね。バカパパの酔いを覚ますにはインパクトのある味にし、酔い覚ましのドリンクを作る。味が衝撃的であればあるほど早く作って、バカパパの目を覚ます。薬草スープ、これで大丈夫な。早くパパに飲ませて。イヌチャールはどこだ？なんだ？おお、これは酒か。なんなんだ、どっかもった。どう、酔いは冷めた？ディオナ、なぜここに。全然思い出せない、さっきの匂いのせい。パパはここで酔いつぶれてたんだよ。ほら、酔いが冷めた。あのドリンクは持っていかなくてもいいか。あの匂いもう嗅ぎたくにゃいし。でもヒルチャールシャーマンの薬草スープがまずいお酒の材料。エレン、カイ、そうだ、いや違う、ここのどこに獲物がいるってん。パパはイヌチャールと。ん、なんだそれは。イヌチャールと命。自分で言ってたんじゃない？それもすごく自慢げにね。そうか、また酔っ払ってたんだな。何も覚えてない。私はもうそんなの慣れっこだよ。ディオナ、怒ってるか？怒ってないよ。次からもっと控えめにするよ。記憶が飛ぶまで飲むとはな。エレンたちと狩りをした後、焼肉をしながら酒を飲み始めたところまで。その次の記憶は旅人にあれを。他には？他おい、ディオナ。そうだ、もういいにゃ、特に何もなかった。景色ですね。ディオナちゃん、栄誉騎士に、デュラウスさんも。デュラウスさん、問題ない、酔いが冷めただけだ、一休みすれば治る。エレン、手を貸してくれる？はい。デュラウスさんは僕が責任を持って。でもこのデュラウスさんの状態じゃ。これがお酒を飲んだものの末路だよ、ちゃんと覚えておいて。大人になったら飲むかもしれないでしょ。とにかくお酒は人を惑わして頭を空っぽにする悪しき飲み物。パパみたいなすごい狩人だってお酒を飲むと頭は。それにしても酔い覚ましのドリンクを作るために薬草スープを全部使って。せっかく取ってきてくれたけど、スペシャルドリキューはもう遅いし、とりあえず帰ろっか。